今回もデッドアライブヴィーナスバケーションかな、これがついに4周年ですね。スケベなカムロさんは当然チェック済みかと思いますが、カムロさんはどの子がお好きですか？自分はココロちゃんとつくしちゃんが好きです。あー、ちょっと待って、これか、あのデッドアライブにいるキャラクターがね、あ、いないキャラクターあんま詳しくないんですよね。エリーゼがつくよみでしょ、瀬戸あさみさんなんですよね。あとね、あれがいたんだよな、あれいなかったっけ、あ、そう、玉木が大西沙織さんね。つくねちゃん、つくしちゃんってどれ、実はね、俺わかんないんですよね。つくしちゃんを今探してるんだけど、どの子だろう。いた、メガネの子だった。まあとりあえずやったことないんですよね、結論から言うと。ヴィーナスバケーションはやったことないっすね。デドアラやってる時はな、ココロとかなんかマリーローズとかよく使ってたかな。あ、でも別にどのキャラも可愛いからね、このゲーム。自分の好きなキャラを使ったらいいんじゃないか。はい。好きだったのはココロちゃんと、まあココロが好きだったかな、一番使いやすかったし、あいつは肘が速くて強かったよ。肘からの派生で掴む技がとても好きだった。ふっはっ、なんでお前突進してから駒投げで掴むのみたいな、そういうこうやんちゃな技が多くてすごい好きだった。はい、お便りいただきありがとうございます。